はい、どうも、パジンです。昨日ね、なんとか一旦不明を、無事ね、一回もつまらずにね、乗り越えることはついにできました。で、今日二旦不明ね、行こうと思うんですが、ちょっとね、やる前にやっぱりね、油さしてね、これでもかっていうほど完全な体勢でいきたいと思うので、一旦不明終わってからね、もう一回油をね、注意していきたいと思います。外すのね、このカバーとこのカバー、上のカバー外して注油していきたいと思います。またこういうチェーンとかね、あと前のところとかね、やっていきます。今ね、ちょっとね、オイルを、油差しやろうと思ったんですよ。そしたらね、なんかうちの親父が、軽油がなくなったっぽいからつって入れてたらしいんですけど、下にね、なんと、軽油をこぼしました。軽油じゃない、軽油だね。しかも、それで下ろすときにね、キャタピラーっていうか、クローラーが滑って曲がりました。結構ね、危ないんで、皆様ね、こういうの、気をつけてください。というわけで、気を取り直してね、ちょっとオイルを刺していきたいと思います。ちょっとね、あれでぶつけてたらシャレなんで、ちょっとね、やっていきましょう。今回はこのようなね、オイル差しでオイル差します。ちょっとスプレーがね結構高いので、どれぐらい汚れてるかね、ちょっと見てみましょう。こんな感じだね。結構ね、このように藁がね、結構詰まってるね、この藁。こういうのに入れてます。大体中のね、取れる範囲のやつだけ、ちょっとね、こういうのだけ取っときます。ある程度ね、少しはね、詰まりゼロでいきたいからね。あと後ろがね、ちょっと重くなるかもしれない。置いておいて、いきますね。あれ、なんかベルトがね、入ってるのおかしいな。新しく交換したんで、なんか怪しいものになるので。中に入ってる藁を全部ちょっとカッターを外します。こういうのに外してみます。結構すごい。
ね、開きました。で、中のね、ちょっとこういうところもね、ちょっとお色をね、刺していきたいと思います。あとはね、動くところ全部荒木の音も勉強してます。あとはオイルちょっと一通り刺していきたいと思います。じゃあ、ね、ちょっと刺していきましょう。Okay.
上は空気なんでエンジンで一回切ります。
上のカバーもつけてみましょう。積んじゃいます。ローダーに下にね、軽油ねこぼしたから、もしかするとね滑るかもしれないんで気をつけていった方がいい。カタピラーが、まあ、滑るからね結構大丈夫かな。ちょっとね今日水で流したんですけど大丈夫かな、もしかすると上がれないかもしれない。全然軽油入れたら確かに上がれるでしょうか。ちょっとね、今チャレンジしてます。それからね、上がれかな、まあ、滑ってるね、滑ってる。ただ滑って今日上がってはいい。まあ、なんとか大丈夫だよ、なんとか大丈夫だという。米を乾燥したやつもね、ついできたりしてきます。うちの親父はまた稲刈りに向かいます。ちょっとね、稲刈りもセッティングしなきゃダメだね。あ、これをやんなきゃダメだ。それではまた稲刈りで会いましょう。はい、今ね、田んぼに着きました。